はい、皆様おはこんばんにちは、おついちでございます。それではおついちのヘイロー5ガーディアンズ続きをプレイしていきたいと思います。前回はここまで来てハンターを出したところですね。この続きからやっていきましょう。了解。空調システム開放。開放。さあこっから下にまた降りるんだね。さあ行こう。よいしょ。核融合炉はこの先だ。完全に吹き飛ばしてやる。好きにはさせないわ。好きにはさせんぞ。了解。ダッシュしてからスパルタンチャージ。これはしゃがんでる？しゃがんでないよな。おお、スパルタンチャージ OK。 サブマシンガンに切り替えてあるけど下にいるな。どこだ。あー、いるね。ん？バレた？バレたね。外した。痛いな。あそこにいるのはハンターか？違うな。普通の敵か。シールド守ってるね。オッケー、倒した。あそこにもいるぞ。排除。背中を見せると死ぬぞ。まだいるか。上にもいるな。下に降りた方がいいか。いや、まずは上から倒せるやつを倒してしまおう。 OK。 DMR の弾がもうないな。倒せるやつは倒しておこう。あとは近接戦だ。オッケー、弾がなくなった。下に降りるぞ。ブルーチーム来るんだ。部屋の奥にある。コブナントを排除して制御装置に向かい。下はまだいるかっていうね。オッケー、倒した。 DMR からオッケー、ニードラに切り替えて。どこにいる。上はいるな。ジャッカルを狙え。左側から展開しようか。あそこの奥に、あ、なんか落ちてきてんな。おっ、ニードラ。ストームライフルあるな。ストームライフルの方がいいんじゃないか。よし、上にいる。ジャッカルを攻撃。了解。なるべくこう指示をしてあげた方がいいね。さあこっちからブルーチーム行こうか。あそこにあれだね、機銃があるんだな。上に行こう。上から押さえてやる。カービン、よし、コブナントカービンに切り替え。あのタレットを黙らせろ。タレットがいるんだな。いて、おお、怖い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 。痛い。あ、下に落っこっちゃった。おお、エリートを攻撃。エリートいるぞ、気をつけろ。オッケー、ケリーが、ケリー大丈夫か。倒すケリーやるぞ。行くぞケリー。一回下がった方がいいな。下がれ下がれ。エリートがいる。違う、エリートだ。リロード。よいしょ。おっ、おいー、オッケー、倒した。プラズマガン、プラズマガンじゃない方がいいな。ストームライフル。おお、目の前。こっち側から上に上がって横から突こう。フラグ。エリートがいる。うわー、やられた。くっそ、やられた。援護、援護をくれ。助けてくれフレデリック、頼む。フレデリック、くそ、うわ、やられた。了解した。くぅ、難しいな。持っていくぞ。了解。あんまり俺もあれだね、あんまり前に進みすぎると
やばいんだな。やっぱり上からちょっと、あおー落ちてしまう。あぶねー。俺は下から攻撃するか。あのエリートを片付ける。エリートは最優先で片付けないとダメだね。ダッシュして、おいや、おいや、倒した。よし、排除。シールドは回復。エリートを攻撃。エリートを排除するんだ。ナイス。オッケー、排除してる。上のカービンライフル欲しいな。一回戻ろう。一回下がって。残っている敵を一掃し、核融合炉を暴走させるんだ。了解だ。おお、いって。一発であんなに剥がれたぞ。カービンを拾って。あそこにいるんだよね。攻撃を集中。痛い痛い、やられた。支援してくれ、頼む。もう大丈夫よチーフ。オッケー、サンキュー。おー、ターレットの攻撃が激しい。くそ、よし、すーごい撃たれてる、すーごい撃たれてる。ここを確保するんだ。一回下がれ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 、カバーしながら撃たないとやばいね。うー、超撃ってきてる。オッケー、排除。これでほとんどやったか。オッケー、見えてるぞ少し。オッケー、サブはサブマシンガン持って、残りあんまり弾が少ないな、多くないな。オッケー、倒した。この座標を確保。よし、行くぞ。分かった。ストームライフルに切り替えよう。まだいるね。あのエリートを片付ける。エリートを片付けるんだ。エリートの排除が優先だ。フラグ、ナイス、いいぞフレデリック。了解。どこで暴走させればいいんだい。これか。暴走させる。オッケー、爆発するぞ。暴走させたぞ。格納庫に向かうぞ。客、暴走を抑え込むつもりだ。 UNSC の安全対策はコブナントより万全のようね。なるほど、止めなくては。乗るんだ。どこに乗ればいいんだ。見送るわけにはいかないだろう。ここでいいのかい。行くぞ、ここに来るんだ。オーケー。ケリーが、ケリーが、ケリー、はい、来るんだケリー。降りろ降りろ。そうだ、よし。核融合炉を冷却剤で冷やすつもりだ。暴走が収まってしまったら作戦は失敗よ。アージェントムーンを失うのは残念だけど、コブナントの慌てふためく顔が楽しみね。今戦ってるコブナントは、3でその仲間側についたやつらとは別の共振者側のやつらだね。冷却室の両側に制御端末がある。それを探すんだ。降りてきてるな。制御端末で冷却システムを止めるんだ。相当いるぞ。バンシーも飛んでる。バンシーやばくない、あれ。大丈夫、バレてない。こっち側から行こうか。 OK、 交戦中。グラントを倒した。 OK、 痛い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 。おおお、この野郎め。バンシーはやばいね。バンシー落とそう。まあまあ撃ってきやがって、この野郎。
何か武器はねえか。どっから撃たれてる。ここは何もないのか。うおっ、オッケー、ナイス。交戦中。前進。前進だ。あそこの下もあるんだね。どこに行けばいい。あそこか。こっちのやつも排除しないとやばいね。どこにいる？ワンシー。どこだ？あれか。ワンシーを落とせ。おいい。おめろ。冷却パイプのシャッターが閉じられてる。来い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 。よし。当たらない。いい起動しますね。落とした。ナイス。からおい、ここ大丈夫。お前も、あ、弾がない。ストームライフルも弾がないな。全部の弾がないぞ。サブマシンガン持って、プラズマガンか。プラズマガンに切り替えるか。あ、ニブラにしよう。オッケー。でこっから下にさらに降りるんだな。オッケー。さあポイント。あいつは倒すぞ。ニードラ弾けろ。あ、武器落っこっちゃったな、下に。ん、どっから撃たれてる。大丈夫か。ニードラ、オッケー。サブマシン切り替えて。お、ロッドガンがある。ロッドガンをいただこう。おお、なんだなんだなんだ、上か。やばいやばいやばい。一回下がろう下がろう。どこにいる。おお、危な。はい。おお、怖っ。やばいやばいやばい。くわ、システムロック、助けてくれ。ああ、リンダもやられてる。もう大丈夫だ。リンダ大丈夫か。助けてやるぞ。敵が物陰に退避する。オッケー。味方も助けながら行かないとやばいね。全員いるか。ブルーチーム行くわ。いや、一人いないな。ん、いるか。オッケー。おお、スパルタンチャージ。制御端末だ。でこれを起動させて。OK。どうしようかな。パルスライフルに変えて、ここに、あ、ロケランもあんな。ロケランもらうか。ターゲットを破壊するんだ。バンシーを奪います。バンシーがいる。空からなら狙いやすいわ。OK、一発発したぞ。増援が来るぞ。ファントムが接近中。OK。ファントムが接近中。どこにいる。いたいたいたい。オッケー、あれだな。バンシーを攻撃しろ。ロックオンした。当てた。弾がない。もうロットガン、ロットガン。オッケー。お、いいね。ナイスナイス。で、ああ、そんなにあるの。あっか、当たるか。オッケー、当たったのか。バンシーを落とす。バンシーが切る。一発、二発目、三発目、外した。よし、ナイス。俺がバンシーに乗った方がいいのか。これどうやっ、なるほど。おお、上はやばい。どこにある。おお、敵のあれが来てるね。うわ、落ちろ。下、落ちろ。落ちない。さすがにあれか、落ちないか。どこにある。通気口をとりあえずぶっ壊すか。
オッケー破壊。冷却システム損傷、圧力低下中。いいわ、撃ち続けて。了解。パイプを撃ち続けて。どこだ、これか。ケリーがやられた。交代しろ。ケリーがやられた。どこだ、上か。あ、やられちゃったな。完全にやられちゃった。オッケー、やばい、離脱。これ右スティックで視点移動だからすごいやりづらいな。あとどこだ、あれか。うお、やばい、よいしょ、危ない。オッケー、破壊した。ここに来い。オッケー、座標を確保するぞ。了解。来い、全員集合だ。バンシーを攻撃しろ。バンシーを攻撃しろ。お、1人上に行ってるな。お、あそこにはまってるぞ。うらクレイン。いつの敵か。もうぶんの。あとはどこにある。おお、すごいすごいマニューバーだな。頼むぞフレデリック、落としてくれ。よし、ナイスだ。スターターが弾がないね。あれか、壊せるのか。壊した、オッケー。あと2つだね。よし、バンシー、後ろのバンシー乗ろうか。出撃。おお、壮大。この野郎、落ちろ落ちろ落ちろ、落ちない。オッケー、脱出。この下にあるんだよね、多分ね。下残り2つは真下か。どうやって下行こうかな。ここ空きそうだな。ここの中になんかいいもんない。あ、あるじゃないか、ロケランが。あれで落としてやる。いや、味方はケリーとフレデリック。あれがいないな、仲間一人いないな。一体あそこにいる。オッケー、解除。いった、弾がない。ロッドガンに切り替え、こっから下。ほっ、よし。で、どこだ。あ、これか。オッケー、破壊した。あと1個、これだな。オッケー、これで全部破壊したんじゃないか。冷却システム停止、核融合炉の温度上昇中。オッケー、いいぞ。ブルーチーム脱出だ。脱出脱出。スピードでは爆発に巻き込まれるぞ。エリカンを呼ぶわ。どうやって。敵艦隊に撃墜されたみたいだわ。おい一番近い格納庫をマークしてくれ。プローラーを奪う。どうだ。お、落ちろ。どこ、格納庫下だな。どこに、どっから行けばいいんだ。施設が吹き飛ぶぞ。プローラーに向かえ。あるか、格納庫の入り口。オッケー、プローラーはエアロックの先だ。さあ来い。全員来るんだ。行くぞブルーチーム。オーケー、ラジャー。やばいやばい、早く行こう。爆発してしまう。核融合炉の浸出度が1373kelvinを超えました。やばいよ。非常に危険な状態です。非常に危険らしいよ。増援だ。一掃して離陸させる。了解。爆発に巻き込まれるのは。手早く仕上げます。お、いいのがあるね。 OK。 で、バトルライフはもらっておかせて、取っておかせて。分かった。おい、先手必勝。 OK。 戦闘中だ。
ここを確保するんだ。了解。あそこにいるな。剣持ちがいる。剣持ちが来る。やばいやばいやばい。大丈夫か。あー、リンダが、リンダがやられてる。リンダ来い。なんでリンダ寝てる場合じゃないぞ。この座標を確保する。こっちに来るんだ。みんな全員こっちに来い。とりあえず制限時間みたいなのないから大丈夫かな。目的地はこの先か。いるね。 OK。 剣持ちいたけどやった。大丈夫。どこだどこだ。おお、ちょっとちょっと、この野郎が危ねえな。行くぞブルーチーム。上か。分かったわ。来い、ブルーチーム来い。進むぞブルーチーム。了解。これか。制御装置だ。どれどれ。これか。ローラーを起動。オッケー。開始。燃料セル残量 0%。降りてくるね。発進準備ができるまで敵を退けろ。まあまあ守れ。シュ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 。オッケー。ハンターどこ。倒した。どんどん来るぞ。守れ守れ。やばい、リンダがやられてる。はぁ、大丈夫か。よしよし、さあ行け。やばい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 、危ない。ハンター最優先。最優先のターゲット。了解。フラグフラグフラグ。いけ。やばい。あお。ごめんね。オケ。ターゲットを攻撃するんだ。分かった。こっちに来させておいて。排除。ここを確保するんだ。ああ、ハンターまだいるんだな。やばい、リンダが。リンダが死んでしまった。復活まで待たないとな。意外とね、この、なんだろう。フレンドリーファイヤーで、味方撃っちゃうんだよな。やるかい。おい、痛い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 。痛い痛い、どこどこ。弾がない。リロード間に合い。やばい、ケリーもやられてる。あー、ケリーもやられた。こらいかん。なんとかしよう。 OK。 ハンターはどれ。あれか、あいつを叩け。スポットしたぞ。フラグ。やばいやばいやばい。フレデリック、いやー結構きついな。フラグ。OK。 リンダは何をやってる。あそこんな、あんな上で。あの敵を片付ける。分かった。やばいな。ハンターは本当に何とかしないでやばい。よしよし、倒した。ハンターはやったんじゃないか。オッケー。上にもいる。行くぞブルーシュ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 。分かった。ストームライフル、新しいストームライフル、で武器がバトンアサルトライフル持ち替えて。やばい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 。倒した。エリートを攻撃して。エリート最優先。俺が上に行く。いやー、逆にやられた。手前だったか。タックルがねー。
もう大丈夫よチーフ。大変だねこれタックルがね。よし暗殺。やばい、ロケラン、ロケランもらおう。こめろけ、よっしゃ。で、これ全部やった。燃料セル補給よし 100% 発進準備完了。いけるわよ。みんな乗り込め。どこだどこだ、乗り込め。行ったか。制圧。時間は89秒。いけるか、間に合うのか。おーやばい。シエラ117からインフィニティへ。アージェントムーンは自陣、ブルーチームはメリディアンに向かう。コルタナから接触があった。ああ向かうんだ。コルタナには別チームが当たります。なんだ、すぐインフィニティに戻ってください。それは無理だ。気に食わんな。別チームが何だろうと先にメリディアンへ行きましょう。ケリー寄せ。一人でやろうなんて考えないで。ああ、マスターチーフ一人で行こうと思ってたのかね。やばいぞそんなことより。みんなでやれば怖くないだろ。お前ら、脱出。ステルスがついてるんだ。これなら安全だね。警告はしようとしたのだけれど、コルタナはもう味方ではないわ大佐。危険よ。彼女はフォアランナーのドメイン、銀河規模のネットワークにアクセスし、この被害をもたらした装置を制御下に置いたのよ。どうやって。チーフは彼女がコンタクトしたと。ダメよ、ジョンと接触させては。彼女を探しに行った。行かせたの。一体彼は望むことをするだけ、命令できないわ。本日0631に彼の無許可離隊が宣言された。チーフは無関係では。ジョンにコルタナを敵として扱う心構えなんてないわ。おい無視しないでくれないか。口を挟むな。ですが言わせてもらいましょう博士。あなたはコルタナの生みの親だというのに、彼女を糾弾し見捨てるようなこと。ローランド、彼女がマスターチーフに職務を放棄させたと。一体何のために。なぜコルタナが責められねばならないのです。素直に死ななかったから、そういうことですか。あー、みんなコルタナを信用しないしてるんだね。ただ作った本人が一番危険視してるわけだな。本当にいいのか。ありきたりの相手じゃない。ありきたりでなかろうと任務は任務だな。 あんたにな。 ODST が懐かしいぜ。白黒はいつだってはっきりしてたもんな。あ、この人 ODST の生き残りらしいよね。コメントいただきましたけどね。どうやって連中を連れ戻す。土下座か。いや、うわ、これは。取り押さえる。アーマーをショートさせて。ロック。どんな兵士だって、俺たちがチーフを追ってると知ったら。目の敵さ、分かってるよな。やつのせいでみんなここにいるんだ。
メリディアン、2558年10月25日。独立植民は民間企業が運営してるわ。惑星再生事業としてガラスを片付けてる。なんで軌道エレベーターで。礼儀を重んじてよ。メリディアンのような独立の気風が強い星では UNSC は歓迎されない。 C 行動とみなされるのが関の山よ。 C 行動といえばフォアランナーの船よ。お、フォアランナーがどこだ。何よ。マスターチーフを追ってるのかな。なるほど。エレベーターの諸君、所属と名前を言いたまえ。スパルタン・ジェームソン・ロック、 UNSC 所属。ならずしどもか。それでそちらは。私はスローン失勢コンド諸君。なんだ、ジャミンか。助けは必要ないらしい。嫌でも必要になる。このベイルがなんかサムに似てるって言ってたけど、確かにサムに似てるね。お、いるね。スパルタンが何の用だ。どうした。メリディアンステーションが攻撃された。スローンは戦う気だが、あそこには家族がいる。もちろん武器なんて持ってない。オシリス、ステーションの民間人を助けるぞ。ん、奴ら何者なんだ。あなんか持ってる人のアサルトライフルを取れるようになってたけど、大丈夫なの。はい、では今日はこの辺で終わりにしておきましょう。次回はまた、ファイアーチームに戻りまして、この続きからやっていきたいと思います。コルタナを追ってマスターチーフをが勝手にね、こちらのメリディアに来てしまったそうなので、多分ロックたち、ファイアーチームはマスターチーフたちを捕らえるために追ってきたっていう感じでしょうね。さあどうなるか楽しみでございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次に会う時はスパルタンの高みだ。